アソシアでは今週末に行われる親子フェスタの準備で社会大学にぎやかに飾り付けを行っております。私はまた4月から始まります新しい放課後等デイサービスのことでいろんな教育委員会さんですとか中学校さんを回らせていただいて、今までにはない、福祉とは違った新しい人たちと出会って毎日ワクワクをしておりますが、本日は、アソシアの方から2人のゲストをお呼びして、番組をお送りしたいと思います。じゃあそれぞれで自己紹介の方をしてもらいましょうかね。インパクトがある方はどうしてもインパクトに残るので、後回しにしましょうかね。じゃあまずは、はい、じゃあお願いします。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。私はアソシア社会大学の、井伊と申します。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。アソシア社会大学の井伊さんですね。はい。はい、井伊さんの、専門職はどういったものになるんでしょうか。僕はですね、ソーシャルワーカーと言いまして。ソーシャルワーカー、はい、はい、簡単に言うと相談員、うん、はい、相談員で、特に精神障害のある方、の専門の資格を持っています。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、はい、もう声がね、ずっと出てますけれども、もう一方、はい、ご紹介お願いします。はい、皆さんお久しぶりです。前回もね、パーソナリティは務めさせていただいたんですけど、今日はゲストで。はい、お久しぶりじゃないでしょ。お久しぶりじゃないね。さっきもね。そうですね、 FM 宜野湾を、ずっとね、お聞きの方はあれまた出てるっていう感じですか、もしかして。はい、さっきのサザンブリーズでも出演させてもらっております。今ね、全然画面に映ってないんですけれども、ちょっとインパクトが強いのでユッキーです。はい、久しぶりです。イーさん負けてますちょっとついていけなくて今戸惑ってます。いいです、3人のねカラーが出ればいいから。今日はね、この3人で賑やかにお送りできればなと思っておりますが、はい、先ほど井さんソーシャルワーカーという話でしたが、ゆきやさんは僕ですか、はい、誰ですか。僕はね、ソーシャルワーカーですね。あ、すいません、はい、嘘つきました。僕もね、ソーシャル聞いてる方もね、混乱するので、まずは正式なものから。誰だお前みたいなね。はい、私もソーシャルワーカーで、また社会福祉士って言われている、はい、資格を持ってます。なるほど。さっきね、伊さんは精神の分野を、はい、プロフェッショナルにやっているっていう、はい、話をしたんですけども、うんうん、社会福祉士は障害を持った方も児童も高齢者も、一人親世帯もっていう、全体、地域全体のですね、はい、勉強させてもらって、そういった、勉強しました。なるほど。まとめられないけど。福祉に関する全般的なものを、専門としているのが社会福祉士ということなんですね。で、井伊さんは、福祉全般にも取り扱うけれども、はい、その中でもより精神の障害の方に特化した専門職ということでよろしいんでしょうか。そうですね。はい、なるほど。ちなみにですね、よく聞く、ケースワーカーじゃないですか、はい、ケースワーカーと、さっき井さんはソーシャルワーカーって言ってましたよね、はいはい、ケースワーカーとソーシャルワーカー、何が違うんでしょうか。何が違うんでしょうね。面白い。ケースってケースワーカーってイメージ、僕の頃イメージですよ、勉強してきた中でのイメージなんですけど、なんか直接個人に対しての、相談を受けて、そのサポートをするっていうようなイメージなんですけど、ソーシャルワーカーはそれもしつつ、地域にアクションを起こしていく。あ、なるほど。地域の人たちも巻き込みながら、その人が過ごしやすい、なんか暮らしやすいものを作っていくっていうイメージなんですけど。なるほど。どうでしょう。大学院でやっぱね、学んでるとちょっと違いますね。かっこいいですね。中退ですか。中退ですか。
なるほど。じゃあそういう意味では、うんうん、まあ社会福祉士も精神保健福祉士も、うんうん、もちろん目の前にいる人たちと一緒に、うん、何か支援をしたりサポートをしたりということも、はい、もちろんしていくんだけれども、うんうん、それ以外に、うん、こう地域を変えたり、はい、社会の意識を変えたりそういったところにもどんどんこう、うんアクセスをしていくというかということなんでしょうか。なるほど、合ってますか、井さん。いやちょっとね自分の仕事をこう振り返ってみたときに、はいはいはい、あ確かになって、なんかとにかくでもとりあえずこの個人、うんうん、もしくは社会に働きかけるっていうことは、うんまあ、何かしら、うんうん、やっているのかなっていうのは、まあ、これはソーシャルワーカーの人みんなですよ、うん、やっているんじゃないかなって確かに思うので、そうですね、確かにね、うん、そういう意味でね、ケースワークとか、まあ、ソーシャルワークっていろいろ呼び名はありますけれども、うんはいはいまあ、どっちもだから正解なんだろうなと。そうですね、はいはい、そうですね。ちなみにアソシアがやっている、はいまあ、ゆきやさん、E さんがやっている、うんうんまあ、ソーシャルワークと言われている、うんはいまあ、支援の中でですね、うん、心がけていることっていうの何かありますか。あ心がけていること、まずは E さんから。あ僕ですか、はい、心がけていること、まあ、あんまり心がけてないんですけどただないんですね。そうですね、ただですね、なんかこう、うんまあ、僕らその例えば病気や障害を、うん治すっていう専門職ではないっていうのはずっとこう意識としてあって、うんうんやはりそういったこう何かしらの生きづらさだったりとか、うんうん、もちろんそれは老いだったりとかね、うんまあ、いろんなことって人生生きているとあるじゃないですか、うん、でそういう時になんか、まあ、個人だったり社会にいろいろこう働きかけをすることで、まあ、環境を調整したりとかすることで、うんうんまあ、本人がより生活しやすくなったりこう生きやすくなったりっていうことを、まあ、やるっていうのを心がけているっていうんですか。あ、うんうん、なるほど、はい、E さんらしいというか、あらしいですか本当にこう柔らかな支援がイメージできるんですが今ですね、はい、ちょっとコメントの方も入っていまして、はいはいまあ、こっちはこっちあっちはあっちで線引きできる支援ってなかなかないですよね。そうですよね、本当にそうですよね。ゆきやさんはちなみに、まあ、ソーシャルワークをしたり目の前にいる方たちと関わっていくことで何か心がけていることっていうのはありますでしょうか。僕が心がけていることですかいやでも本当に、まあまあ、E さんとかね、前いろんな一緒にゲストに出ている方々に、うんまあ、教えてもらっている立場なんですけどね、うん、教えてもらう中でやっぱ僕がですね学んできた、うん、それまあ、常に意識に持ってることはやはり先ほど言ったように、うん、あなんて言ったっけ、あれ、ま、忘れてしまった、うんうん、いいですよ、ゆきやさんの言葉で語りましょうか、まあ、ゆきやさんが、うんまあ、心がけていることだったり普段意識して関わっているようなことってありますか、うんうん、そうやばい飛んでしまったけどまあまあまあでもですねうん一つは、はい、心がけてることとしては楽しむっていうことを心がけてます、うん、やっぱ、まあ、僕もそうなんですけどいろんな人が完璧な人っていないと思うんですよ。そうですよね、僕自身も抜けてることがたくさんある。そうですね、今日なんて私ラジオのことすっかり抜けてましたからね。 そこを補ってくれてる先輩がいたり後輩がいたり上司がいたり、うん、社会ってやっぱいろんな人で成り立ってるんだなっていうのを、まあ、つくづく感じるんですね。なので、まあ、いろんな関わりをしながら僕の役割って、まあ、こんなやつがいてもいいんだ、辛いけどこいつみたいな生き方もあるんだなっていう風に見てもらえればいいかなって思ってて、うん、来たらあ辛かったけどちょっとあはって笑えたみたいな経験がまあ、僕がプレゼントできたらいいなって思ってるんですけど、うん、そういったなんか楽しむっていうのは一つちょっと意識はしてますね。あ、いいですね、うん、楽しむ、いや今このコメントね見てて、この方とっても素敵な方だなってさっきからこう、うんうん、コメント見てると思うんですけど、うんうん、はい、ある意味みんな完璧だよ、違うだけ。そうですよ ね、 なんかね、そうだね、うん、わあ本当ですね、ある意味みんな完璧だよ、違うだけ、うん、そうですね、嬉しいですね、うん、こんな風に声をかけてもらえると、うんうん、周り温かくなりますね、うん、はい、
いいですね。じゃあそろそろ、前半戦終了で曲の方に行きたいんですが、はい、こんないい話なのに私今日ですね、ダンスの私がやってるズンバのナンバーを、選択したんですが、曲のタイトルがですね、NO っていう曲なんですよ。NO! すごい否定的な、でもちょっとハッピーになれる曲なので、はい、メーガントレーナーの NO 聴いてください、どうぞ。 NO!この仕事をしたから、いろんな価値観の人とか、いろんな背景のある人とかに話す、そうですね、本当ですね。ってなると、なんか、なんでもいい。そうですね。なんでもいい。本当ですよね。みたいに思える。だから、こう、だから、なんだろう、福祉月間じゃないんだけど、なんかね、その、やっぱりこう、触れ合う。どうしても、ね、ここって特別な場所みたいな感じで何か困らないと福祉って接触しないけど、なんかもっとそういうのが、そういうことじゃない時にでもする時間があれば、5秒前でみんなの価値観する、そうですね、真面目はい、
アソシアのこれが福祉な後半戦行きたいと思いますが、はい、今曲が流れてたり CM 中に少しね、うんうん、いろんな話をしていたんですが、本当です ね、コメントもすごい素敵な、うんうん、完璧じゃない人ってつまらなさそうです、完璧じゃないから生きてて面白いと僕は勝手に思っています。うん、そうだ ね、さっき飯さんが話していた価値観、うん、そうね、うん、いろんな価値観の人とこの仕事はね、うん、私たち出会ったりするんですが、うん、自分の価値観っていうのがいかに、うんうん、そうですね、なんていうか脆いというか狭いというかね、そういうの本当に気づかされる瞬間、うん、ハッとする瞬間、うん、本当に多いですよね。本当ですね、本当ね、うん、いや当たり前とか、ね、うん、ルールだと思っていることが実は僕のルールだったとかね、うん、こうじゃなければならない、うんうん、だけど実際関わってみれば全然違かったとかね本当ですよね、ざら、うん、にありますよね、うん、あるあるある。なるほど、今ねこの価値観の話もしてたんですけど、うんうん、この仕事をしてて一番感じるワクワク感、うん、一番感じるワクワク感、うん、っていうのはどんな時ですか？僕自分はねこうやっぱりこう、うんうん、一応支援をさせてもらっているっていうふうにいつも思ってるんだけど、はいはいはい、この人がほら別に自分の関わりのおかげでも何でもなくて、うん、自分で自分のことに気づいて、はいはいはい、で自分のこう可能性を広げていく瞬間というか、このプロセスを、うんうん、あの一緒に見ている時がやっぱりこうワクワクするし、うん、この仕事しててよかったなっていうのは思いますね。うん、本当ですね、うん、そうですね。ちなみにゆきやさんのワクワクはどこに落ちてますか？ワクワクか、でももうさっきね楽しむっていうのがね、うんうん、ゆきやさんの本当です。毎日楽しんでるので毎日ワクワクしてるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあまあ本当に毎日会う人会う人にですね、うん、いろんななんか笑いとかいろんな話をすることで笑えることとかっていうのは、うん、すごい僕にとってはなんか、なんだろう、貴重なもので、うん、次の朝起きたら今日はどんな話が出てくるんだろう、どんなネタが出てくるんだろう、うんうん、っていうのは、うん、結構朝からワクワクして、今日は誰に話しかけてみようかな、今日は誰と誰と誰と一緒にご飯食べてみようかなって考えると、うん、本当に楽しいかもしれないうん、いいですね、うん、もう出会うこと自体がそうですね、もうワクワクなんですね、うん、すごいね。いや、でもそれこそさっきの、ね、可能性の話で言うと、うん、今日ちょっと、まあ、うちの、ね、学生さんで、はいはいはい、送迎をしている時に、はい、イさん、ちょっと聞いてくださいと、うん、僕昨日早退したんです、アソシアをって言って、あ、なんかあったのって聞いたら、いや実はその後ライカムの映画館に行って映画を見たんです、いいって言って、なんて素敵な相対、そうそう、で、うん、って映画ってでも久しぶりなのって言ったら、高校生以来ぶりで、はい、彼多分 20代中盤ぐらいだから、うん、もう10年近く映画館に行けなかったって、はい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 、それがやっぱこう君の名はを見たらしいんですけど、すごい良かったですって、うん、でもなんか、うんうん、いいですね、うん、こう今までねやっぱり何かこう詰まっていたものに何かが後押ししたんでしょうね、うん、うん、でも行ってみようと思って、そう行ってみたらとっても良かったって、すごい。でも今飯さん話したように僕も今日ですね、うんうん、ご飯ランチ一緒に食べてる時に、うん、何名かが集まってきて、うん、勝手に LINE を交換して、ね、自分たちでってことですね、自分たち交換して、うんうん、次どこどこに遊びに行こうとか、うんうん、このカフェ美味しいから行こうよとかってなってるのを見ると素敵だね、なんかね、なるほど、行きたいよ一緒にとか思うんですけど ね、そこはもうあれなんですね、うん、私たち福祉とか専門職が間に入ってからの働きではなくて、うんうん、もう自分たちで、うん、もうなんて言えばいいんですかね、うん、主導的にって言えばいいんですかね、うん、自分たちで動いていく動き、うん、それぐらいまあ健康的なと言えばいいんですかね、うん、動きができているっていう瞬間を目の当たりにするのはこの仕事の嬉しいところですよね、うん、本当にいいですね。
なるほど。実はですね、はい、後半戦は、うんうん、さっきのこの地域を、はい、変えていくとか地域とつながるっていうところから、うんうん、親子フェスタの話をしようと思ったんですけれども、はい、休憩の時間の話があまりにも良かったので別の話にいっちゃいましたが本当ですね。今週ね、うんうん、確か、土曜日には土曜日ですね、はい、親子フェスタというイベントがはい、はい、ございます。あるんですよ。はい、じゃあこの話を少しだけ、ね、後半もやっていけたらなと思うんですが、うんうんはい、ちなみにこの親子フェスタ一体何なんでしょうか。親子、うん、これ親子じゃないと来たらダメなんですかね。そんなことはないですよ。ほうそうですね、はい、名目上ね一応その、うん、アソシアが今回、まあ社会大学という場所を、うんうん提供して、はい、でそこで親と子がそうです、ね、集って、うん、でその親と子がまた別の親子とつながったりとか、はいっていう、名目です、はいはい、ただ別にそこに、親子じゃないといけないのかとかっていうとそういうことではなくて、うんうんまあ、地域の方であったりとか、はいまあ、アソシアね社会大学の近くで外人さんも多いので、はいまあ、そういったがね 外国の方とか、うんうん文化交流じゃないですけどそういった感じで ね、まあ、いろんな人がこう集まる場所それがただアソシアという場所なだけであって。なるほど、うん、大人でもはい、子供でも、はい、みんな楽しめるそうそうそうということですね。そうですね。ちなみに具体的な内容はどんな内容をこの親子フェスタではやるんでしょうか。うんうん、親子フェスタではですね、うん、まあ、体験する遊びとかです、うん体験型の、まあ、蜜ろうクリームを作ったりとか、うん、はい、トムさんの英語で遊んだりとか、うんうん、木のおもちゃで遊ぶっていう体験するコーナーと、あとですね、ステージ、音楽部門ですね、うん、ウクレレを弾く保育士とか、うんうん、ギターで甘い歌声を披露する、あ、うん、甘いですね、児童福祉をしている方とか、うんうん、で前ねアソシアでいろいろお仕事していた方のフラダンスのチームが出たりとか、うんうんうん、あとですねユッキーも出るんですけれども、西アフリカのね太鼓ジャンベを使った、はい、うん、ちょっとダンスとか、うんうん、このアフリカの音楽っていうのを楽しむっていうようないうようなステージも用意してます、うん、なんか噂によると、はい、なんかイケメンのコーヒーショップが来るそうそうそう、あとねフードのねコーナーもあるんですよね、イーさんね。ありますね、このフードがですね、うん、はいはいはい、はい、まあ、僕ユッキーだけじゃなくてちょっと僕もね惚れかかってるんですけど。そうなんですよね、もうイケメンがね肌綺麗白い、うん、泣いちゃうね、鼻が高い、そうベタ褒めですね。フロントマンズカフェって北谷町 の砂辺、うん、あ、なるほど、はい、おしゃれなエリアですね、はい、そうですね、うん、そこの一角にこじんまりとですねカフェを、はい経営している、フロントマンズカフェの、うん、しゅんくんね、しゅんくんが来てのコーヒーを目の前で入れてくれるんですよね、はいはいはい、あれまたコーヒーもですね、ネルドリップっていう抽出方法で、はい、うん、またこのコーヒーも美味しいですね。ぜひね、はい、香りと、はい、そのねライブ感を見てほしいです、ね、いいですね、楽しみですね、はい、他にも何がありましたっけ。ワクワクする体験型もあれば、ステージもあって、うん、屋台もある、うん、なるほど、はい、あとゴーディーズってハンバーガー屋さんも来るんですよ、うんうん、昨日見ましたけど、見ました、すごいですね、ボリュームが、そうなんです、美味しいんですよね、お肉がジューシー、実は、ね、まだ食べたことがないので、本当ですか、ぜひ食べて、もったいないですよ、ぜひ、うん、はい、しかもなんか明日は、あ、明後日か、はい、明後日は2トントラックを、はい、アソシアに持ち込んで、本当ですね、はい、それで映画でしか見たことないですからね、2トントラックって、あ、そうなんですか、はいはいはい、アート引っ越しセンターとか、あ、そういうのねどんどん話がずれていきますねこの2人とかね、あとね、僕らもアソシアも、うん、カフェのスイーツを出すんですよね。なるほど、盛りだくさんですね、はい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 、楽しみです、うん、皆様、3月11日土曜日10時から2時までアソシア社会大学で親子フェスタやっておりますので、はい、ぜひぜひぜひ、ね、皆さん来てもらえたらと思います。はいはいはい、はい、さあそれではエンディングになります。はい、アソシアのこれが福祉だでは障害福祉に関する相談も受け付けています。皆さんからの相談を受けして番組内でも回答していきたいと思います。どんなことでも構いません、ぜひメッセージをお送りください。メールアドレスは 797@fmginawan.com、 ファックス番号は 098-943-0094 でお待ちしています。アソシアのことが気になる方は、ホームページやお電話でお問い合わせください。ホームページの方がね一番わかりやすいかなと思いますので、うん、そうですね、どうぞ検索されてください。はい、はい、
じゃあギリギリになりましたが、はい、皆さんまた親子フェスタでお会いできるのを楽しみにお待ちしております。はい、また会いましょう。ビキ見えてないよ。